第28回ユーロビジョンソングコンテストは1983年4月23日に西ドイツミュンヘンのルディセドルメイヤーハレで開催された。同会場は1972年のミュンヘンオリンピックの会場だったところ、西ドイツでのユーロビジョン開催は1957年以来26年ぶり。制作は ARD ドイツ公共放送連盟および 参加の BR バイエルン放送との共同。プレゼンターはマレーネ・シャレルでドイツ語、英語とフランス語を使用したがアーティストの紹介等での読み間違いが多く関係者から不満が続出した。放送時間は当初2時間45分の予定だったが3時間4分に延長され史上初の3時間声となった。ワイヤレスマイクが初めて導入された。フランス ギリシャ、イタリアが復帰。アイルランドが財政的な不祥事で不参加。参増一元で20カ国となった。なお、フランスは従来の TF1 から暗転の2にネットチェンジすることになった。内数字は参加回数、オーストラリアでも初放送。変更なし。各国の審査員が気に入った他国の10曲に投票。お気に入り順二2 10。 8から1点として採点。演目終了後、国際電話でつながれた各局のスポークスマンが出場順に口頭で発表。プレゼンターが副賞確認し、スコアボードに加算された。言語帳イコールデンマーク語、カオルイコールフィンランド語、ヒイイコールヘブライ語、ランイコールオランダ語、ウベイコールノルウェー語、SR イコールセルビア語、テンイコールスウェーデン語、 イコール、イタリア語、A イコール英語、キイコールギリシャ語、西イコールスペイン語、ドクイコールドイツ語、土イコール、トルコ語、フッツイコール、フランス語、ホイコール、ポルトガル語各曲の歌詞については以下を参照のこと、デガルースラッシュ。ありがとうございます。